始めるラジオキャンパス、シーズン1のエピソード7、7番目のエピソードを作ります、自分の人生を振り返り始める、高橋はじめは1963年の10月に生まれたんですね。今年が2023年ということで、10月には還暦満60歳を迎えます。で、これ昔の数え年で言うともうすでに正月に還暦を迎えてることになるんですよね。なので、ちょうど60歳60年ということで、人生昔はね60年ぐらいで終われたんですけど、今は人生100年とか言ってますけど、でも男性はねやっぱ70代か長生きしても80ちょっとぐらいですよね。なのでそんなに長く生きたいという気もあまりしていない、75ぐらいまででいいかなと、本人は思ってるんですけど、こればかりはね自分の意思でどうこうできるものではないのでわかりません。いずれにしても、60年生きてきたということで、ちょっとはね自分の人生を振り返り始めてもいいのかなと、思ったりしてるわけです。で、実は今年のお正月あたりにそんな思いを強くして、それで実は、オンラインの世界ではノートというSNS に目をつけて、そこをプラットフォームにここに自分を表現していこうというふうに決めたわけですね。で、しかもオンライン上のコミュニケーションのベース、オンライン上のコミュニティのベースをこのノートを中心に置こうと、決めたわけです。で、そこではもうね60になったので、過去を隠してもしょうがないので、いろんなことをすべて書けるものは書いていこうというふうに思ったわけですね。で、そこで最初に書いた記事がこんな人生もあるっていうことで、私の幼少期からのなんでこんな人間になってしまったのかということをね、結構1万5千文字ぐらい書いたんですかね、こんな人生もあるっていうことで、自分の反省をこう振り返ってみたわけですよね。で、それでちょっと見えてきたことっていうのは、書くことでね、見えてきたことはちょっとやっぱりいくつかあって、これまで漠然と、感じてたことではあるんですけど、やっぱり文章にしていくととてもそれが改めて自己認識ができるというか、客観化できるってことですよね。文字にして書くってことは自分から一回切り離してこう、文字という、外の世界に表現するわけですから、他の人も読めるように表現するわけですから、そういう意味ではちょっと客観化する、客観視するという、そういう作業でもあるわけですよね。文章にする、文字にするっていうことはね。だからそれを自分の振り返りとして、人生の振り返りとしてやっぱり書くべきだなと思ったので書いてみました。で、書いてるうちに1週間ぐらいかかって1万5千文字ぐらいになっちゃったんですけれども、やっぱそのことでいろいろ見えましたね。次に自分が何をやったらいいのかっていうことも逆に見えてきました。残り15年ほどになるかわからない人生、何をやろうかっていう時にやっぱり60年間を振り返ったことで、見えてきたかなと、思ってます。そんなことでこのエピソード7ね、ラッキー7ということで、これはもう自分の人生を振り返り始めるというそういうエピソードにしましたので、これからこの話を少しねしていこうと思います。興味のある方は聞いてください。ではまた。始めるラジオキャンパス、エピソード7、自分の人生を振り返り始めるということで、ラッキー7ということでね、
自分の人生の振り返りをエピソードにするわけですけど、まあ、最初のセグメントでは還暦迎えたこと、それからノートにね、自己分析のこんな人生もあるっていう記事を1万何歩だ5000文字以上書いたよなんて話をしたんですけど、で書くことでやっぱりね、この次残りの人生やることもちょっとは見えてきたかななんていう話をしたんですけど、まあせっかくなのでね、実際に人生を振り返ってみたいんですけど、私1963年にね、3人兄弟の真ん中ですね、男3人の真ん中です。これ男3人の真ん中ってなかなか大変なんですよ。上との関係、下との関係ね、常に調整役になる、上からのプレッシャー、下からのプレッシャーね。まあこれ、3人兄弟の真ん中の人はね、おそらく共有してくれると思うんですけど、まあで高度成長がまだ続いている時期に生まれたわけですよね。で我々の世代は、ちょうど共通一次世代で、さあとは新人類なんてね呼ばれたのが僕らの世代ですね、昭和でいうと38年組ですね、38組とも呼ばれたわけです。で、まあ僕自身はとにかく何でしょう、宿題も大嫌いで勉強があんま好きじゃなかったんですけども、で幼稚園も嫌いだったし、小学校行くのもあんまり好きじゃなかったんですが、まあ、なぜかね勉強だけはちょっとできたので、まあ、それはだから、まあ、唯一学校に行く動機づけになってたのかなと思います。ただ何かこうちっちゃい頃からね一つのことを極めるというよりも、とにかくいろんなことに関わるというのはもう小学校時代から始まってましたね。なんか一つのことに集中してやるっていうタイプでは全然なくて、いわゆるマルチタスクな人生は小学校時代から始まったってね。だからまあ自分はスペシャリストにはなれない、専門家にはなれない、むしろジェネラリスト的な体質なんじゃないかなっていうふうに、まあその頃からやっぱり思ってましたね。要するに平均点の子供ですっていうね、ドリフターズの歌もあったんですけど、まさに平均点の子供でしたね。で中学高校時代はとにかく勉強せずに部活ばっかりやってましたね。宿題もやらない、家に帰っても勉強しない、もう授業中以外は勉強したことなかったですね。で中学高校の時も結局高校受験の時も受験勉強した、最後までやらなかったですね。ギリギリになってちょっとやりましたけども、で大学受験に関してもやっぱりあんまり受験勉強はしてなかったんで成績がどんどん下がって、さすがにちょっとこれじゃまずいと思ってね、ちょっとガリ勉を高校2年の終わりから高校3年の頭まで、3、4ヶ月だけガリ勉をしたという、ことですけど、でそれで成績がちょっと戻ったので、もうそこからまたねやめちゃったという受験勉強ね、そんな感じでしたけど、まあ意外とそういうところは何でしょう、さらに上を目指すというあんまりモチベーションというか、そういうインタレストは働かない人ですね、私はね。で名古屋の大学、国立大学に進んで、なんとなく法学部に行って、で学生時代やっぱりいろんなことがありましたね、これはね。でもやっぱり一番大きかったのは一人暮らしをして、24時間自分が全て、自分の頭で考えて使うという、これはやっぱ大きかったですね。この学生時代は本当に自分の自由で、やりたいことをやる、ただこれがなかなかね、一言でやりたいことやるっつっても、逆に困ったのは実際自分は何がやりたいのかが分かんなくなっちゃったんですよね。それまではなんとなくまあそこそこの成績を取って、ね、そこそこの評価を受けて、そこそこの満足を得ていたので、でそうやってレールに乗ってたのが、大学に入ってまあそのままレールに乗るということでもよかったんですけど、やっぱり自由が与えられて、
まあ、ある意味レールを外れて走り始めたという。でレールを始めて走り始めたらどこに走っていいのか分かんなくなっちゃったっていうのがね、これが私の学生時代ですね。なので大学は結局6年間いましたね。まあ留年をしたというんですが、まあその辺の話はまた次のエピソードで、学生時代の話をしたいと思います。ではまた。始めるラジオキャンパスシーズン1のエピソード7、ラッキーセブンということで、自分の人生を振り返り始めるというテーマで、話してるんですけども、その3つ目ですね、セグメント3ということです。ちょっと学生時代まで、話は来たの。学生時代ですね、私は結構その小中高とやっぱり真面目だったんですね。自分で言うのもなんですが、まあ、名前ははじめって言うんですけども、友達からは真面目ちゃん真面目ちゃんと呼ぶ人も結構たくさんいましたね。真面目な、クソ真面目な優等生。でもこれはですね、ある意味本当の自分ではなかったというか、結局こうその自分の過ごす、まあ学校が主ですけど、その社会の中で、まあある意味ちょっと仮面をかぶってクソ真面目にしていたということなんですよね。今から考えると。もうそうするしかなかったということなんです。まあその理由はね、いくつかあるんですけれども、まあこれは大学に入ってそのことに気づいたわけですよね。一体自分は何で、何がしたくて、どうやって生きてきたんだろうということですね。つまり、まあ僕は本当に学校とか幼稚園とかあんまり好きじゃなかったんですよね。そこに縛られているのがすごく嫌で。で、縛られてる時間はもう我慢するしかないから、そこで歯向かってもしょうがないので、だからある意味クソ真面目にしていた、波風立たないようにね、そういうことだったんだなっていうことに気づいたのは、これやっぱり大学生になってからで、しかも大学入って2年目ぐらいからですね。で、なんでそれに気づいたかっていうと、結局もう家で縛られ、学校で縛られ、時間に縛られ、自分の自由はやっぱり聞かないというね、そういうのに従っていくしかないという、そういう世界だったのが、大学に入って結局一人暮らしして、で意外と自由な大学だったんで、授業もあんまりだんだん出なくなって、そうするともう24時間もう全部自分の時間になるんですよね。何をしてもいいと。つまり社会の決められたルールや時間に従わないでも生きていける。でそういう状況に置かれて初めて気づいたのは、一体自分はじゃあそういう外からはめられた枠の時間やルールや規則がない時にどうやって生きてったらいいんだろうっていう、それがあったから、その枠内で生きてこれたのが、それがなくなった瞬間に分かんなくなっちゃったんですよね。で結局一体自分は何がしたいんだ、ということを、まあ、考え始めちゃった。でその一番の、きっかけは失恋なんですよね。まあ、大学入ってちょっとね、やっぱり自由になって一人暮らしだけど、だからいろいろ興味もあるわけですよね。そういう、女性と付き合うっていうことにもね。でそれでちょっと付き合った子がいたんだけれども、それがなぜか振られてしまったわけですよね。しばらく付き合った後に。で、それがなんで振られたのかわからないっていう。いくら考えてもわからない。そんなにダメな人間じゃないと思うんだけど、なんで振るんだろうと。で、その時はもうそのことばっかり考えてたわけですよね。で、結局自分は、
何がしたくてどうやって生きていくんだっていう、でそれからなんていうのかな、いわゆる周りの枠に従うのをちょっとやめようと、とにかく一回ね、とにかくもうとことんやりたくない時はやらないね、いろんなあの時にもう社会のルールに必ずしも従わないと、でやったのがわがまま宣言ね、わがまま宣言っていうのをしたんですね。これから僕はわがままに行きますっつってね、でも真面目ちゃんはやめますと言って、もう自分のやりたいようにやると。でところがこれはそう簡単にうまくいかないわけだよね。それまでレールに乗っかってきちゃったわけだから、これ前の話でもちょっとしたレール外れた電車はどこに走っていけばいいのかわからないということで、相当5年間ぐらい暴走し続けましたね。どこ走ってるのかわからない状態がまあ実は続いてた。でそんな中でなんとかこうもう一度こう自分の接点、世の中との接点っていうのをこう、あるいは自分の皮膚感覚とか体の感覚、本音の部分っていうのをこう確認しながらね、つなぎ直す作業っていうのをやった5年間でしたね。抽象的で分かりにくいかもしれないんですが、まあ、この辺の話ね、話すと長くなるので、これぐらいにしたいと思いますが、まあとにかくそんな感じで学生時代は送りましたね。まあこの話はまたちょっとあれですね、エピソードを改めて話した方が良さそうですね。これだけで結構膨らみを持っちゃいそうです。ということで、とりあえず今は自分の人生を振り返るということで、まあ学生時代はそんな感じだったなということだけに留めておきたいと思います。ではまた。7ですね。エピソード7は自分の人生を振り返り始めるということで、まあ、今まで3つのセグメントをお送りしてまいりました。4つ目ですね。まあ、この前の話としては、まあ、結構ずっと真面目、クソ真面目に生きてきてしまったけど、それは本当の自分じゃなかったということに、まあ、大学に入って気づいて、そこから始めたのがまあ、わがまま宣言というね話をしたんですが、まあやっぱり大学に入って結局そこから始まったことは、まあわがまま宣言はいいんだけれども、じゃあどうわがままにしていいのかが今度わからないわけですよね。でとにかく始めたのはなんで、どうして、まあいろんなことに対してこう疑問、根源的にというかな、なんでだろうって、まあ、突き詰めて考えるようになってったし、周りに対してもまあみんなそうしてるけど、それはでもなんで、どうして、別にそうじゃなくてもいいんじゃないかという、そういうこうなんていうのかな、ちょっとこう天の弱的にいろんなことを、疑問に付していくっていうかな、そういうことを始めたんですよね。でそれはなんでそうなってったかっていうと、結局自分の意見っていうのがないことに、これ入学してすぐですよね、あの意見求められたんだけど、ありきたりの、まあ要はその辺に転がっているみんなが言ってることしか考えてなくて、自分の意見っていうものがないことに気づくわけね。それまで、まあ、いろんな、場面で、まあ、これがいいとかこういうのが好きとかいうのがあったけれども、それはやっぱり自分の意見じゃなくて単に好みであってね、本当に自分はこう考えるからこうなんだと、でみんな世間はこう考えてるけども、いや自分はこう思ったみたいな、そういう意見がねやっぱりあんまり作ってこなかったんですよね。で当時私1982年に大学入ったんです。
ですけど、ちょうどこう日本社会ちょっと価値観揺らぎ始める時期なんですよね。フェミニズムなんかも出てきた時期なんですが、まあ、出てきたというかそれ以前にもあったんですが、結構盛んになった時期なんですけども、当時流行った言葉で、まあ、これ上野千鶴子とかも言ったし、いろんな人言ったんですが、自分探しっていう言葉がね、流行り始めたのがこの1980年代ですよね。で、1980年代ってやっぱりこう男女間の関係とかも含めてですけど、大きくやっぱり世の中がこう縦型の社会からちょっとフラットな社会に変わっていくようなね、人間の関係性が変わっていくような、そういう時期でもあったと思うんですけども、まあちょうどそういう時期に、まあ、学生時代を送ることになって、まあ、私はとにかくそもそも人生って何とかね、まあ人間って何とか、まあ、人類社会って何、まあいわゆる哲学的な問いですよね。で、これはまあ昔だったら学生みんなそういう根本的な問いを考えるって人は一定数いたんだけど、最近あんまりそういう人は見かけなくなっちゃって、これがいいのか悪いのかよくわかりませんが、とにかく私は大学に入って、まあ失恋もきっかけなんですが、とにかく自分の存在っていうものをもうちょっと根源的に根本からいろいろ問い直すみたいな作業を結構やったような気がしますね。で、だから本も高校まではそんなにたくさん本読まなかったけど、やっぱり大学に入ったら授業出ずに本ばっかり読んでたし、いろんな人と議論ばっかりしてたし、そこではとにかく根本的な根源的な問いかけっていうので突き詰めて考える、そんなことばっかりやってましたね。まあそれがまあ大体学生時代で、まあそんなことやってたもんだから、いわゆる一般企業に行くというか、まあ就職活動もちょっとだけはやったんですけども、まあそれよりもちょっと、まあ大学院もうちょっと考えたいなと、やっぱり結論出てないまま社会に出れないなっていう思いがあったので、まあ内定はちょっともらったんですけど、それは断って、ね、断ってなかったらまた違う人生になってたんですが、断って、で1年大学院試験の浪人をして、でそれで大学院に進学したというね。で大学院に入って、まあそこからは研究者人生ということになるんですけれども、まあ大学院時代、助手時代の話、そしてその後は僕のね、音大人生が始まるわけね。まさか25年も続くと思わなかったんですが、その後に私の音大ライフが始まるわけですけれども、まあその話はまた次の機会に、ではまた。始めるラジオキャンパスシーズン1のエピソード7、ラッキー7ですね。自分の人生を振り返り始めるというタイトルのセグメント5つ目ですね。このエピソードはちょっと長くなりそうですね。学生時代を終えて大学院に進学したんですね。で、まあなぜ大学院に行ったかっていうと、まあこの前の放送でお話した通り、やっぱりこういろんなものを根源的に問い直すというねことになっちゃったんだよね。いろんな意味でね、人間について、社会について、世の中について。で、私の専門は政治学だったんですけど、まあ、そういう意味では政治について、まあ政治ってのは人間が行う、かなり重要な営みなんですけど、結構難しい領域なんですよね、政治学ってのはね。で、それでまあ人間の行うことのまあいろんな面をまあいろいろ考えるわけです、根源的にね。で、大学院時代はまあある意味楽しかったですよね。そのもう時間のある限り
考えていれば、いいと、ね、他の実践をしなくても基本的にはこう考えていればいいと、まあ、ここでいわゆる理論、理屈と実践という問題が出てくるんですが、私はまあ理屈っぽい部分もあるんですけど、結構実践的な性格なんですよね。やってみなきゃ気が済まない。まあそうは言っても大学院時代は結構やっぱり研究室にこもってね、本ばっかり読んで人と議論ばっかりして、いろんなことを根源的に問い直すということをやりました。だから政治学だけじゃなくて、記号論とか言語学とか哲学とかね、歴史とか社会学とか心理学とか、人類学的なものとか、とにかくありとあらゆるものをね、その自分の問いに答えてくれそうなものはとにかくジャンル関係なく分野関係なく読み漁り、人と議論し、ね、違う分野の人とも議論をしてた、そういうタイプですね。まあそういう意味ではね、意外と学者に向いてる部分もあるんだけども、学者っていうのは意外とね、あんまり根源的に問いすぎては学者は務まらないっていうところがあってね、その辺はちょっと割り切ってこう論文を書かなきゃいけないんですけれども、根源的に問い詰めすぎるとね、論文が書けなくなる。で、例えば修士論文書いたんです。で、これはとても評価されてよかったんですね。もう僕ももうこれで認められなかったら大学院辞めてやろうぐらいの、ね、勢いで書いたので、もうそういう意味では自分の存在をかけてちょっと書いた部分があって、まあ、当時ですね。で、それが非常に評価を受けたわけね。で、その論文を指導教官とか持ってって、その後アルバイト家庭教師に行って、で大学戻ってきたんじゃない、先輩から電話があって、高橋、研究室の前に指導教官の先生の張り紙があるぞって、すぐ来られたしって、でこれはねきっと論文を読んでこんなんダメだと言って怒られるんじゃないかと思っていたら、で恐る恐る電話をしたのね、先生の家にね。そしたら、いやよかったよって、あれでいいよって、こことここだけ直しなさいって言われて、えらい褒められて、すごいほっとした記憶があるんですが、でその後その修士論文を今度はもう活字にしていいと、いわゆる 論文集、起用って言いますけど、大学の起用に載っけていいと。で、修士論文そのまま載っけていいってのはなかなかめったにないんですけど、それで載っけろと言われたのを私は拒否したんですね。まだ満足いかないんで載せませんと。で、これが私のちょっと道を誤った最初の一歩かな。まだ自分としては納得いかないんで、活字にはしませんって。で、それでアメリカに行って、ちょっと1ヶ月ぐらい調べ事して、で、それで持ち帰ってきたら、また根源的な問いが続いてしまって、なかなか書けない、今度はね。結局、助手論文までまともに書けなかったんじゃないかな、3年間ね。まあ、そんな思い出がありますね。で、あと途中で大学院の博士の2年ぐらいの時かな、その指導教官の先生が、アメリカでこういう留学の話あるから行かないかって言われて、それも拒否したんでね、嫌ですと私のやりたいことと違いますと。これもね、だからまあ今ちょっとね、ここまで人生を送ってきてる途中ね、思うのは、あの時活字にね、ああそうです、あ、ありがとうございます、出させていただきますとね、余計な抵抗せずに素直に出して、で留学の話もね、あ、わかりました、行かせていただきますと言ってれば、別の大学で別の形で別の政治学者をしていたんじゃないかなと未だに思いますけどね。まあそれはさておき、大学院時代、助手時代はもうかなりどっぷりとね、根源的なことばっかり考えて、生きていれた、まあある意味贅沢な時間でしたね。で、その後私は助手3年、大学院5年、助手3年を終えて、音楽大学に就職して、これがまた運の月だったというね、運の始まりとも言えるんですけど、運の月だったのか運の始まりだったのかはこの次のセグメントでお話したいと思います。ではまた。
始めるラジオキャンパス、シーズン1のエピソード7、ラッキーセブンですね。で、ラッキーセブンは自分の人生を振り返り始めるというタイトルにしたんですけれども、これはこのエピソードは長くなりますね。さすがに60年生きてきたので、ようやく大学院助手時代が終わって、これがセグメント6つ目、6個目のセグメントなんですが、ようやく私は音楽大学という世界に、飛び込むことになるわけですね。私の専門は政治学で、しかも法学部という一番その文系の中でもさらに理屈っぽい、ね、学部で過ごしてきたわけです。しかもそれが何年間だ、15年ぐらいいたのかな、法学部にね、どっぷりと15年ぐらいいたわけですよね。で、それがまさか音大という世界に入ってきた、これはまあちょっと天と地がひっくり返るぐらいの衝撃でしたね。言葉が通じないと最初思いましたね。理屈が通じない、言葉が通じない、一体どうやって喋ったらいいんだろうっていう、まあそれまで法学部のね、大学院の連中と、あるいは大学院の先生とかと、もう理屈っぽい話が通過で通じるわけですよね。で、それがもう普通になっちゃってたわけで、そんな私が音大という世界で、そこの音楽の先生方とか学生とか話をしても通じない、なんでこっちは当たり前のこと言ってるのに通じないんだ。で、向こうからするとね、相手からすると、何この人は理屈っぽく偉そうにね喋ってんのかしら、なんてね思ってたみたいですけれども、で、これは非常に困りましたね。コミュニケーションが取れない、最初の1年は相当悩みましたね。で、まあ、で、私は最初はだから、いや、これはもう問題はちょっとダメだなと、理屈も通じないし、まあ大丈夫かと、まあいろんな意味でね思ってしまったわけで、ところがね、1年ぐらい過ごしてるうちに、意外とじゃなくて、要するに自分がずっと暮らしてきた世界の方が、実は世界、世の中全体、日本社会全体から見ればむしろ特殊な世界で生きてきたのは私の方かもしれないと。で、音大で生きてる人も結構特殊な世界で生きてるなと思ったけど、お互いに特殊な世界で生きてきただけだというふうに、ちょっと妙な割り切りが出てきてね。で、しかも音楽っていう世界と政治学、音楽と政治ってもうある意味真逆のようなところがあるんですが、ところが実は音楽と政治って密接に結びついてたりもするんですよね。私は政治学は人間社会のアートだって言ってるんですけどね。で、音楽は別の意味でアートなんですよね。で、どちらもリベラルアーツとして古代ギリシャからの起源を持っている、ね、政治学、哲学、音楽ね、それからいわゆる美術ね、天文学、数学っていうのは本当に古い歴史を持つリベラルアーツ学問の起源を成してて、で、その中の一つなんですよね、政治学。で、私は結構そういうリベラルアーツ的なとこあったので、まあ、政治学とか哲学とか天文学とか数学とかね、そして音楽とか、あるいは絵を描いたりするっていうことも好きでしたし、これは全部つながってんだと、大元、人間にとってはとても大事な大元の学問、大元のこう、なんだろうな、知識というか学問っていうのはやっぱり音楽も政治学も同じように並んでたんだとね。あと体育ですね。だからこういったリベラルアーツっていうことで見れば、もう全部身につけなきゃいけないし、古代ギリシャ人は全部身につけてたんだっていうふうに、まあ一つ割り切ったんですよね。だからそこでコミュニケーションが取れないってのは、相当どちらも人間として偏ってるというような妙な感覚と、もう一つが、私政治学者だったんで、日本社会とか世界の政治とか論じてるくせに、問題一つ変えられなかったら政治学者廃業しなきゃいけないなっていう、つまり政治学を語る以上はここの問題自体が
をどうこうできなければその政治学ってはもう理屈だけで頭の中だけで現実に役立たない政治学じゃないかっていうふうに、これもまた妙な思い込みをしてしまったわけですよね。だから政治学者としてのプライドをかけてこの問題なんとかしてやるっていうふうに思っちゃったのが運の尽きだっていうことですね。ということでその後何があったか、音大に就職して15年後には学長になってしまったんですけれども、何があったのかって話はこの後話していきたいと思います。ではまた。始めるラジオキャンパスシーズン1のエピソード7、ラッキーセブンは自分の人生を振り返り始める、これは私の人生60年経つので長くなります、今セグメントこれが7つ目になりますね、ちょうど音大に就職したっていう話をして、そこで出会うね、いろいろ思ったことを話したんですが、その音楽大学、私はできれば3年長くて5年で次の大学へ移ろうと就職した当初は思ってたんですが、そうもならずに、どっぷりと使っていって結局21年間勤めることになってしまった。で最後の方の6年間は学長という立場で音大に関わったわけですね。で、何があったのかっていうことですけど、私がその音大に就職したのは1996年で、その頃はもう少子化が、2000年に入るとやってくるということで、すでに始まってたんですが、それ以前の時代はもうとにかくある意味何もしなくても受験生が来た時代が終わって、いわゆる定員割れがささやかれ始めた頃ですよね。で、音大も何か変わらなきゃっていう気持ちはあるんだけれども、どう変わっていいのかがわからない、あるいは、変わることに対する抵抗もあるという中で、とにかくその時期に遭遇してしまったわけですよね。で、たまたま、私と一緒にその音大に就職した、先生が、私より30歳上なんですが、1年後には学部長になり、3年後には学長になりと、6年間学長になったんですが、その時に結局、私は、一緒に音大改革に取り組む形になるんですね。でこれはもうとにかくありとあらゆることをやりましたね。カリキュラムから、コンピューター関係、コンピューター教室作る、新コースの設置、それからいろんな、定員の問題、大学院改革、それから建築問題ですね。キャンパスがもう本当に何にも考えずに建て増ししてきたという迷路みたいなキャンパスで、学生の動線も何も考えていない。でこれをとにかく再開発しなきゃっていうのはもう就職してすぐ気がついたんですけど、で図面、キャンパスの図面に勝手な絵を描いてたんですが、それが十数年後には実際に実現していくわけですけど、とにかくありとあらゆることっていうか、ほぼ全てのことに関わりましたね。すごかったです。21世紀に入る時、それから入ってからですね。でその後は学生募集やら、でそして学園全体の仕事にも関わっていくと、かなりどっぷりと関わっていきますね。そんな動きの中で、学園全体もやっぱりいろいろ危機の時代を迎える中で新しい方向を目指そうとして、またまたま私がいた音楽大学は、他に美術系の大学と、もう一つは福祉系仏教系の大学を持っていて、3つの大学を持っているってちょっと珍しいんですよね。普通は1つの
学校法人で大学はまあ大体1つ多くて2つなんですよ。3つ持ってたと。でこれやっぱり音楽大学っていう看板、それから美術造形大学という看板、これが必要だったんですよね、当時ね、立ち上げの時期にはね。でその看板をどうするんだっていう、つまり3つ持つのは不効率だっていう話になってきて、でこれを1本にしようという話が出てきて、これが統合問題ですね。この統合問題が起きたから、まあ、ある意味私は46歳で若いうちに学長に押し上げられたということもあるんですよね。これはもう本当に学園にとっての危機というか岐路ですよね。そこに完全にはまってしまって、でこの統合問題の解決に学長6年のうちの最初の2年は完全に全てのエネルギーを奪われて、でそれがまあ終わって、よしこれから飛躍だということでね、まあいろんなことをやりました。音楽祭を始めてみたり、ホームカミングデーを始めてみたりね、まあそれまでにもいろんなことやってきましたけど、まあとにかく今に続く、いろんな礎はね、その音大21年勤めたことでたくさん残せたんじゃないかなと、まあ私自身は思ってますね。でちょうど学長任期の終わりがけには創立50周年の記念式典も無事に終わって、まあ私のやることはまあほぼ終わったなというふうに思ってたところに、まあ札幌のとある音楽や美術を持ってる大学から学長として来てくれという話、声がかかっちゃったわけですよね。でこれはやっぱり名古屋での音楽大学での私のやってきたことっていうのがまあ何らかの形で伝わってたんでしょうけどね。まあとりあえず音大時代は語ることいっぱいあるんですけども、これでその話は終わりにして、また別立てでね音大の話はしたいと思いますが、まあ札幌にそして移ることになったっていう、まあこれ次のセグメントでお話したいと思います。ではまた。始めるラジオキャンパスシーズン1のエピソード7番目のエピソードですね。自分の人生を振り返り始めるの8つ目のセグメントになります。まあ名古屋の音大をの後ね、学長辞めて1年音大にいたんですけど、まあ札幌の音楽学科を唯一持っている北海道の大学から、まあ、学長として来てくれという話があって、でこれは結局音楽系美術系芸術系ですよねの大学って結構難しいんですよね。まあこういう時代なので少子化も進行し経済先行き不透明ということになると、まあ音楽美術デザインやってる場合、まあデザインはまだいいけどね、音楽美術やってる場合じゃないだろうっていう話にもなりかねない。やっぱり職業とね、密接に結びつけて大学進学進路を考える人がほとんどなので、特に親ですよね、親がやっぱり子供の心配してそういう進路選択をあまりさせたがらないというね、音大美大行ってどうするのっていう話にまあなりがちなんですよね。まあそういう問題もあるし、もう一つは、日本の音大の未来を憂慮するというエピソードでも喋ってる通り、まあ特に音楽系、まあ美術系もそういうとこあるんですけども、やっぱりこう大学として、まあ、特に音楽ですね、やっぱり狭く専門分野を捉えすぎてることで、ニーズに応えきれてないという問題があったりして、なかなか大変なんですよね、美術系音楽系芸術系の大学運営っていうのは。まあそういうこともあって、まあ札幌でまあなぜか呼ばれたわけですが、まあここで結局、まあ札幌大学はね学科が4つあったんですけど、まあ、私が一番
やっぱ気になったのはその4つの学科がそれぞれバラバラでバラバラだというね、結局もっとお互いに壁を取っ払って分野超えていろんな相乗作用シナジー効果ね生み出せばいいのに、そうじゃなくて自分のこう専門領域に閉じこもってしまう、でむしろ他の学科を批判するという、どこが足引っ張ってるとかそういうレベルの話になってくる。でこれは実は音大でも経験したことで、学科の壁、専攻の壁っていうのは結構あったんですよね、まあ、過去の話ですけど最初びっくりしましたね、なんでこんな狭いとこで足引っ張り合ってどうするんだという、風に思った。でこれは名古屋でも札幌でも体験したこと で私の役割は壁をぶち壊すことですね。壁を壊すことが、まあ、僕の役割だと思って、でそれはもう名古屋でも経験したことなので、壁さえ取っ払えばだいぶ新しいものが生まれるし、新しい可能性が生まれるし、学生も生き生きしてくるしね。でその壁を誰が作ってるかっていうと、教員と職員。教員は学科専攻の壁を作り、職員は部署ですね、の壁を作るという。で学生に対しても壁を作る場合が多いですね、職員はね。まあ、今はだいぶ状況変わったと思うんですけれども、やっぱ学生を中心に置いて、学生のために教員も職員も働いてるんだっていう当たり前の姿をやっぱ実現する。でそのためにはいらない壁は全部取っ払うと、ね、部署間の壁、学科間の壁、こういった壁はもう学生にとっては迷惑でしかないので全部取っ払うということがまあ大事だと思って、まあ、そういうことをまあ結局札幌でもやりました。まあ、あとは何でしょうね、各学科ごとに新しいコース作れという話をして、必ず作れと言って、それは何でかっていうと、同じ領域だけでやっててもダメだし、しかもそれが全然こう普遍的じゃないので、もっとウイング広げないとダメだっていうこと でそれに応えた学科と応えなかった学科と、無理やり従わせた学科とあったんですけども、まあでもそれでちょっとね生きながらえたと、延命措置だけは施したかなと思ってますけどね。まあよく言うのは、その首の皮一枚つながってないよというふうに言ってやってきて、で首の皮だけなんとかつなげて、首の皮だけじゃ困るんで、まあ血管何本かつないで、まあでも首本体がつながったかっていうと微妙ですけどね、まあ、それは後の人に任せるしかないと思ってますが、まあそんなわけで、まあとにかく4年でやることやったので、まあしょうがないですね。あとは後の人でやるというので、じゃあ頑張ってやってくださいと、まあ言うしかなかったことですけどね。まあこのあたりのいきさつはまた詳しく話すこともあるでしょう。でとりあえず今は札幌で無職で、お金もなく、ワンコと暮らしてるというね、まあそういう人生になってんだけど、この先。まだ60なので、最近はみんな80、90まで生きるんだよね。あと20年も30年もあんまり生きたくないなと思いながらも、まあどうしようかと。年金をもらい始めるかどうしようか。民泊といってもね、そうそう、ね、ということだし、まあ、まあどうしましょうかね。いろいろ考えてますけれども。まあそんなラジオです。まあ自分の人生を振り返り始めるということで、まあいろいろ振り返って、まあ振り返ってるばかりじゃしょうがないので、前を向いてですね、まあ私にできることをいろいろやっていこうかなと思ってますので、まあ何か、こういうのやってくれとか、こういう仕事あるよとか、ね、あれば言ってください。ね、オンラインで対応できるのが一番嬉しいですけどね。まあそんなことで、自分の人生を振り返り始める、エピソード7、まあ、ポッドキャストとかラジオ配信あるいはノート配信はまだまだ続きますので、まあ、これからも、まあ、ちょっと人生とかキャリアとかに絡んだ話でいろんな皆さんの何だろうね関心のあるテーマに答えれるものがあれば取り上げていきたいなと思いますので、ぜひSpotify の方は投票機能ってあるのでね、その投票とかもちょっとポチってやってほしいですし、あとは感想も書けるのでね、まあ、感想書いてくれると嬉しいです。まあそんな感じで、ライブもスタンド FM で始めますので、まあしばらくはこんなことやりながら、何かに
つながればいいかなと思ってるのが現時点ですね。ということで、このエピソードはコンプリート。自分の人生を振り返り始める。ではまた。